皆さんこんにちは、メイプラです。今日は7月23日火曜日、ガンプラ再販予定日となっております。今月の僕のお目当てキット、ハイグレードブルーディスティニー3号機ですが、未だにガンダムベース福岡では再販されておりません。そろそろ来るかなと言いながら、もうかれこれ2週間、いつ来るんだろうと思うんですが、僕の大方の予想は今週金曜日26日じゃないかなと予想してます。で、今日は何が再販されるのかなと予想してみましたが、全く見当がつかず、今こうやって足を運んで答え合わせに向かっているところです。まあ答え合わせというか、そもそも答えがないんでね、合わせるもの自体なんもないんですけども、いつもの巡回みたいにピンとくるものがあったらお持ち帰りしようかなと思います。話は変わりますが、僕メイプラ、実は今日から1週間有給休暇となっております。来月のお盆が怒涛の12連勤となりましたので、社長から、メイプラ君、お盆は忙しいので今のうちに有給休暇を取りなさいと言われたので、リアルグレードガンダムバージョン 2.0 が出るのでお盆は休みたいんですけどと言ったのですが、あえて言おう、休めないとと言われたので、しぶしぶというか半分嬉しいんですけど、有給休暇をもらいました。さあ、それではいつものルーティーンやっていきましょう。新作コーナーチェック。ここは変わりなさそうですね。こちらは今週土曜日7月27日発売のキットが並んでいます。そういえば7月27日、皆さんいかがだったでしょうか。この動画のエンディングで皆さんに当落の発表できると思いますので、お知らせしたいと思います。抽選入場、当選してたら嬉しいんだけどな。これゲットしたいんです。まあ、というか速攻なくなったらゲットするも何もどうしようもないんですけどね。お、こちらはハイグレードデュエルブリッツガンダム、ソールドアウトの札がありませんね。ルナマリオホークにも札なし。というかね、この部分ゴム製パーツとは思っても見ませんでした。バンダイさん、憎いことやってくるぜ。これはね、ライブ配信めちゃめちゃ楽しみにしてます。さあ、新作チェック終わったところで、あのお方にご挨拶しておきましょう。よっ、赤いの、どうせ僕のお目当てないんでしょ。中に決まっとろうもん。最近答え方がえぐい。さあ、ご神体からのないというお告げもいただきましたので、のんびり店内見ていきたいと思います。行ってきます。店内入ってすぐのところにはこのように SD キットがずらっと再販されていました。これはテンション上がりましたね。それでは棚出しされたキットを漏れなく見ていきましょう。まずはこちら、 RX782 ガンダム、お値段550円。なんとこちらのキットにはコアブースターのおまけ付き。550円でこのクオリティとおまけ付きは納得の価格じゃないかなと思います。ただちょっと残念なのは顔が面長なんですよね。これもう少し横に広がったまん丸型だったらめちゃめちゃいいキットじゃないかなと思います。こちらはパーフェクトガンダム、お値段1100円です。SD キットにしてはちょっとお値段が高いなと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、パーフェクトガンダムですのでアーマーの着脱が可能。そしてそのアーマーが結構ボリューム満点なんですよね。このアーマーを見ると1100円は納得できるんじゃないかなと思います。ヘッドギアを含めて装着できるパーツが結構細かいので、ゴリゴリに塗装できる人がこれ仕上げたらめっちゃかっこよくなりそうです。こちらはユニコーンガンダム3号機フェネックスです。お値段が少し高めの1320円。少し高めとは言いましたが、サンプルを見る限り全然納得いく価格です。
あまりにディテールがかっこよかったので、最初僕はクロスシルエットかなと思ったんですが、どうやら違うみたいです。これぞリアル SD ガンダムって感じで、めっちゃかっこいいですね。続いてのキットは、ガンダム GP01 フルバーニアン、お値段550円です。こちらのキットは前回ヨドバシカメラで発見して少し紹介させていただいたキットです。僕の好きな機体なんですが、箱絵の横がちょっとブサイクだったので、これはいまいちかなと思ったんですが、今日サンプルを見ると、いやいや、全然いまいちじゃない。予想以上のかっこよさがありました。そしてお隣にはライバルガトーが強奪したガンダム GP02A サイサリスがありました。これ見た時ビビッときました。 BB 戦士だけにっていうのは冗談で、いやマジでね、このサイサリスの悪役面を SD でここまで再現してくるとは、これはめちゃくちゃいい。ちなみにこちらお値段は880円なんですけども、アトミックバズーカやそれを収納できるどでかいシールド、そして特徴的なショルダーアーマー、すべてがよくできています。例えて悪いんですが、こちらの青龍ガンダム、こちらもベースはサイサリスだと思うんですが、これと比べるとね、クオリティにかなりの差があるように感じました。さあ次に進みましょう。こちらはゼータガンダム、お値段が550円です。まあパッケージそのままって感じのかっこよさですね。こちらはストライクガンダム、お値段550円です。こちらのキットもパッケージそのままって感じのかっこよさしてます。こちらはストライクフリーダムガンダム、お値段が660円。660円でこのクオリティは仕方ないかなと思うんですけど、どうせストライクフリーダムガンダム作るんだったら1000円ぐらいに上げてクオリティをガツンと上げて欲しかったなとは思います。こちらはブレイズザクウォーリア、お値段が660円。サンプル見てください。このずんぐりむっくり加減 SD って感じで可愛いですね。サンプルを見る限り、このキットすごいコスパいいんじゃないかなと思います。こちらはゴッドガンダム、価格は660円です。箱絵以上に実物がめちゃくちゃかっこよかった。 SD キットなので色分けをシールに頼っている部分もありますが、パーツで色分けされている部分も多いし、ゴッドフィンガーも再現できるので、これはいいキットだなと思います。こちらはシャイニングガンダム、お値段が660円です。ゴッドガンダム同様、色分けもしっかりしており、とてもいいキットだと思います。もちろん必殺技シャイニングフィンガーできますよ。こちらはドラゴンガンダム、ドラゴンクローモード、お値段が550円です。ゴッドガンダムやシャイニングガンダムと比較するとクオリティが落ちてるのは仕方ない部分ですね。ドラゴンクローの腕の部分は良くも悪くも SD 感出てます。こちらはウイングガンダム、エンドレスワルツ、お値段880円です。まず箱絵が超かっこいい。これ MGSD かっていうぐらいのかっこよさです。箱絵の後にサンプル見ると少し見劣り感はありますが、それでもね、これじっくり見るといいキットですよ。色分けしっかりしている、これで880円ならコスパいいです。これはかっこいい。こちらはストライクノワールガンダム、660円です。こちらのキット660円でこのクオリティ妥当かなと思ってます。よく見るとアニメのナルトに似てるんですよね。こちらはベルデバスターガンダム、お値段660円です。バスターが基本好きなのでこのキットよく見えちゃう。660円でこの重武装でこのクオリティ、これはいいです。こちらのコーナー最後はブルデュエルガンダム、お値段660円。バスターと並べて飾りたいキットですが、これもよく見たら色分けパーツもしっかり、シールに頼ってる部分も少なめで、これもいいキットだと思いました。 SD コーナーの一角をこんなにまじまじと見たのは初めてかもしれません。もしかしたら SD の沼に片足つけちゃったかな。
リアルグレードコーナーは前回と変更ありませんでした。こちらはシードコーナーです。こちらのコーナーも前回同様変更点はなかったように思います。ハイグレードマイティストライクフリーダムガンダムとハイグレードインフィニットジャスティスガンダム2式は現在完売中です。こちらはマスターグレードコーナーです。最近変わり映えないっていう感じですね。パーフェクトグレードも同様、最近はこのキットたちで落ち着いています。ビルドシリーズコーナーを久々に見ていましたが、ハイグレード戦国アストレイが完売していました。こちら宇宙世紀のハイグレードコーナーです。こちらは相変わらず充実した品揃えでした。ようやくレジ前メインコーナーに到着しました。今日のメインコーナーキットはこちらです。ガンダムベース限定マスターグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツ過渡期バージョンチタニウムフィニッシュです。お値段は 15,950 円。こちらのキットが発売された時にもお伝えしたと思いますが、こちらの羽とチタニウムフィニッシュのカラーがすごくマッチングするんですよね。羽のキラキラ感が幻想的ですっごく美しいです。ただ個人的に残念なのは、どうせチタニウムフィニッシュが来るなら V2 アサルトバスターかハイニューガンダムに来てほしかった。続いてはこちら BB 戦士のゴック、アッカイ、ゾックの3体セットです。こちらのお値段は3体で1650円となっています。サンプル見ましたが、こちらのキットたち癒しポイントをよく分かってます。これは可愛い。こちらは奥のメインコーナーです。本日入荷の再販キットはありませんでした。オプションパーツセット8、9、10はこのようにたくさん残っています。こちらは先週再販されたハイグレードプルタインガンダムです。同日に再販されたハイグレード00ダイバーアークは在庫ありませんでした。リアルグレードシナンジュやマスターグレードシナンジュスタイン過渡期バージョン、マスターグレードナラティブガンダム過渡期バージョン、そしてマスターグレードシナンジュ、まだまだ在庫あります。レジ目の前のコーナーにはデカキットだらけです。左はメガサイズモデルのユニコーンガンダム、右側はハイグレードデストロイガンダムです。どちらも箱がデカすぎる。ガンダムベースのグッズコーナーに新しいアイテムが入荷していました。まずはこちら、ガンダムポストカードセット、お値段726円です。まず左のセットですが、こちらガンダムシャア専用ザク2、シャア専用ズゴックの3枚セットとなっています。そして右側のセットはこちら、シャア専用ザク2、ガンダム量産型ザク2の3枚セットとなっています。どのデザインも細かいところまで描かれていてとってもかっこいいです。こちらはマウスパッド、お値段990円です。全部で4種類ありました。まずは左ガンダム、そしてシャア専用ザク2、量産型ザク2、グフの4種類です。デスクワークのお供にぜひいかがでしょうか。デスクワークのお供がまだまだいました。こちらはデスクマット、お値段3300円、デザインはガンダムとシャア専用ザク2です。こちらは前回のガンダムサイド F 巡回で紹介しましたメタリッククリアファイルです。お値段は495円です。こちらはセミハードペンケース、お値段2200円、ハイグレードのガンプラが約1体分のお値段です。初めてまじまじと見ましたが、これしっかりとした作りしてるんですね。中身はこんな感じ。これペンケースというよりもニッパー入れとかに良さそうだなぁとか思いながら見てました。ビルドシリーズの一角には新作ガシャポン、ガンダムシリーズラバーコースターがありました。こちらの値段1回400円です。ラバーは約10センチの正方形。メインキットのデザインばかりなのでどれが来ても当たりかなと思います。せっかくなんでやってみましょう。まずはここに、はい、400円お金を入れます。どれが来ても当たりだとは思ってますが、
狙いはニューガンダム、ゼータガンダム、百式、サザビあたりかな。それでは回しましょう。出た。続いては例のごとくヨドバシカメラにやってきました。今月に入って再販日程が出なくなったんですが、そのおかげでどこを回っても違うキットがあるみたいなことが多いので、巡回者としてはとても楽しいです。お、これは僕が好きなトランスフォーマーの何かしらですね。なんだろうこれ、プラモじゃなさそう。はい、そしてガンプラコーナーはこちらは、え、ハイグレードマイティストライクフリーダム、しかも大量、これはすごい。ぜひたくさんの人に買ってほしいです。そしてここら辺にもオプションパーツやら何やらがいっぱい、っていうかマイティの数がすごいですね。さあ通常コーナーはこちら、ハイグレードプルタインがいます。かなり充実したようなラインナップ。ハイグレードリアルグレードのユニコーン、リアルグレードゼータ、そしてリアルグレードフリーダムガンダムがあります。これは見れて嬉しいな。前回見た SD キットはかなりなくなっています。フルバーニアンはある。今日一番驚いたのはこの大量のハイグレードマイティストライクフリーダムガンダムです。お値段はヨドバシ価格2820円にポイントがついてきます。リサイクルショップで4000円前後という価格を見てるので、これはたくさんの人にヨドバシカメラでゲットしていただきたい。こちらはパーツに変更樹脂を採用されている、とてもかっこいいハイグレード新バーニングガンダムです。お値段ヨドバシ価格で2500円でした。こちらはリアルグレードゼータガンダムです。在庫は残りわずかでした。お値段はヨドバシ価格で3130円です。リアルグレードフリーダムガンダムを見れたのも嬉しかったです。やっぱり好きなキットが並んでいるのを見れるのはめっちゃ嬉しいですね。とはいえ好きなキットだからこそたくさんの人に渡ってほしい。お値段は2610円でした。こちらはリアルグレードユニコーンガンダムです。お値段3970円。改めて見ると結構高価なリアルグレードですね。それといつから掲示しているかは不明ですが、このようなものがありました。ガンプラは一組様各種1点までの購入となります。人気商品を過去に複数ご購入されているお客様はご購入をお断りさせていただく場合がございます。購入にはヨドバシカメラポイントカードが必須となります。ご協力よろしくお願いしますとのことです。これは内容から見るに完全に転売ヤー対策ですね。過去に複数購入しているキットは買えない、ヨドバシカメラポイントカードが必須。僕的には非常にありがたい対策だなと思います。さあどんどん回っていきますよ。続いての3店舗目は巡回頻度が増えてきたこちらです。駿河屋博多丸井店さんです。早速行ってみましょう。来店する方に覚えていてほしいんですけど、ガンプラコーナーにたどり着く一番手前のこのコーナー、こちらのコーナーは割と最近再販されたキットがずらっと並んでるんですけども、価格は低下しているものばかりです。なので来た時にはまずここのコーナーに自分が欲しいものがないかをチェックすべきだと思います。今日のラインナップはこんな感じでした。 SD シリーズもありますよ。こちら BB 戦士ガンダム GP02A サイサリスですが、お値段なんと704円、これ税込みですからね。他にもリアルグレードフリーダムガンダム、お値段は 10% オフ2475円でした。それでは通常のリサイクル品見ていきましょう。まずはこちらハイグレードガルバルディベータ、再販が待ち遠しいキットですがお値段4700円。こちらはプレバン検定ハイグレード G ディフェンサー&フライングアーマーセット、価格次第で
お持ち帰りしたいなと思って見たところ、お値段は3300円でした。ちょっと残念。こちら初めて見るカスタムセットですね。何かの付録なんですけど、ウィングガンダムゼロ炎カスタムキット。どんなものかと見たら、これなかなかかっこいいじゃないか。僕はゼロ炎を持っているので、価格次第でこれ購入したいなと思ったんですが、こちら驚きの4600円でした。申し訳ないですが、これは誰も買わないと思います。先週の土曜日、ガンダムベース福岡にてサプライズ再販があったキット、こちらはハイグレードミーティアです。価格はなんと13,000円。マスターグレード量産型ゲルググバージョン 2.0、 価格1万円に対し、プレ版限定マスターグレードジョニーライデン専用ゲルググは8,000円。なんか不思議ですよね。こちらマスターグレードサイコザクカトキバージョン、価格は17,500円でした。本日最後4店舗目はいつものごとくガンダムサイド F にやってきました。夏休みに突入したということもあって、お客さんごった返してます。ごった返する分、キットもたくさん入ってくれてるといいんですけどね。さあ今日は何か珍しいものを見れるのか、ガンダムサイド F に入場です。あれ、なんかあるぞと思ったら、こちら超合金の FF サザビーです。お値段は超高額 46,200円。今までは事前抽選での販売となっていましたが、こちら店頭販売に切り替わったみたいです。僕は超合金自体にいい思い出はありませんし、高価すぎてちょっと手が出せないキットでしたが、事前抽選販売時は転売の無法地帯と化してましたので、ガンダムサイド F 限定品とはいえ、通常販売に切り替わったのは良かったと思います。入り口のメインコーナー見て驚きました。なんとハイグレードデュエルブリッツガンダムがこんなに残ってます。まだ数日間は完売しない可能性ありますので、欲しい方急いでください。棚の端の方にはガンプラではありませんが新商品がありました。こちらはフェイスマグです。こちらはフェイスマグニューガンダム1760円、そしてこちらはフェイスマグサザビー1760円です。並べてみるとこんな感じです。フェイスマグニューガンダム、欲しかったけどちょっと考えます。ガンダムサイド F にも新ガシャポンラバーコースターがありました。なんとこちら店内に設置してあります。面白いですね。こちらはリアルグレードマスターグレードコーナーです。前回まであったマスターグレードフルアーマーユニコーンガンダムカトキバージョンは完売していました。ガンダムベースで完売していたマスターグレードサザビーカトキバージョンはガンダムサイド F にはまだ在庫ありますよ。ちらっと見て見逃しそうになりましたが、なんとガンダムサイド F 限定ハイグレードジェガンアクシズショックイメージカラーが再販入荷していました。これは嬉しいサプライズ。先週発売されたバースデーキーチェーンですが、もうこんなに在庫がありません。かなりスカスカ状態です。補充はされていると思いますが、それでもこれだけ穴が開いています。これは予想外でびっくりしました。ちなみにお値段は1100円です。戻ってきました。それでは本日のお持ち帰り品の発表です。本日のお持ち帰り品はこちら、ガシャポンのガンダムシリーズラバーコースターです。こちらはガンダムベースとガンダムサイド F 限定ガシャポンとなるんですけども、1回400円でやったガシャポンですね。一体どのラバーコースターが出たのか、ほとんどがメインの機体だったのでどれが出てもありかなとは思うんですが、果たして何が当たったのか、結果はこちら、 RX782 ガンダムでした。作りは細かいですね。コースターも結構いい大きさなのでしっかりしてていいものだと思います。
ということでね、ラバーコースターをゲットしてきました。ただ一回これをやってちょっと物足りなさを感じましたので、はい、泣きのもう一回やってきました。2回もやっちゃいました。合計800円です。そして出たラバーコースターはこちら、やりました、 RX-Q3 ニューガンダムです。めちゃめちゃかっこいいです。ガンダムサイド F にマグカップがあったんですけども、よく見てたらデザインが同じように見えましたね。若干の違いはあるかもしれませんが、まあ同じデザインじゃないでしょうか。なのでマグカップをね、買おうか迷って買わなかったんですけど、このラバーコースターとマグカップをね、合わせてペアで使うっていうのは、ありだったのかなーなんて思ってます。はい、ということでね、こちら2つゲットしてきました。さあ、そして残りお持ち帰りあります。それがこちら、 BB 戦士のガンダム GP02A サイサリスです。こちら SD のサイサリスですが、まずパッケージデザイン見てください。この悪役面、よく再現できてるなと思います。めっちゃかっこいいですね。このマッシブな感じもしっかりと再現されてるし、とってもかっこいいです。で、僕がねこれいいなと思ったのが、実はパーツの成型色なんですよ。ちょっと開けてみましょう。オープン。はい、見てください。ちょっと画像で分かりにくいかもしれませんが、こちらのパーツの成型色、白に見えるかもしれませんが、実はね、真っ白とかではないんですよね。ちょっと濁ったような白になってます。この濁ったような白がね、サイサリスのこう成型色といいますか、まあ、カラーリングになるんですけども、こちらがハイグレードのサイサリスなんですが、このパーツの成型色がね、色が一緒っていうのが、僕はもうビビッときました。再現度が限りなくハイグレードっぽい感じがしてね、これで880円だったら、いや全然クオリティ的にはいいぞと思いました。ホイールシールは割と少なめになるんでしょうか。SD ガンダムをほぼほぼ作らないんでね、これは少なめじゃないかなと思います。まあ、あんまり貼ることはないでしょう。パーツは結構多めですね。なぜかこれは裸で入ってます。袋入りじゃないんですね。アトミックバズーカ、いいですね。ちゃんと分割できるようになってるみたいです。で、今見てすごっと思ったんですけど、こちらのシールド分かりますか？このモールド、 SD だからといって舐めちゃいけませんね。全てのパーツにおいて細かいモールドが入っていて、これはねクオリティとしてはハイグレードに負けてないかもしれない。あ、これはすごいぞ。ちょっと今まで作った SD とは若干違うのかもしれません。こちらの SD が大まかに BB 戦士にはなるんですけど、ここの部分がねやっぱりいろいろあって、レジェンドシリーズであったりとか、でこちらの BB 戦士は SD ガンダム G ジェネレーションゼロというシリーズになるみたいです。 G ジェネレーションシリーズのサイサリスと思っていたらいいのかな。ちょっと詳しくは分かんないんですけども、すいません、詳しい方いたらね、コメント欄でどんどん書き込んでいただければ、ちょっと僕も勉強させていただきます。いや、これでもマジでめちゃくちゃかっこよかったです。いいキットゲットできたと思います。それとあとはご報告なんですけども、ガンダムベース福岡7月27日土曜日の事前抽選入場、結果は皆さんいかがだったでしょうか。ちなみに僕は
4つの時間に分けて応募をしました。で、これがね、どうだったのかっていうとこですけど、まあ、たまたまですけど、4つからね、開けていって、落選と、かなりこの時点でもうへこんじゃったんですけど、最後の1つ、開封すると、見事に当選しておりました。おーっと叫んじゃいましたね。いや、それぐらい嬉しかったです。まあ、ただ、時間がね、開店直後っていうわけではないので、もしかしたら、お目当てのデスティニーハイネ専用機はゲットできないかもしれません。それでも、僕は今回、やっぱ当選したっていうことにね、まず満足してますし、その日にガンダムベース福岡に行けるっていうことでね、こう幸せを感じながら、巡回したいなと思っています。もうないならないで仕方ない。落選した方の身を考えると、もう入れるだけで十分じゃないかなと思います。あわよくばね、もちろん新商品ゲットしたいですけども、もうそれはそれ。入って、そのね、雰囲気をしっかり楽しんでいきたいと思います。もちろんね、この模様はしっかり動画に収めたいと思いますんで、行けなかった方も、ぜひね、僕が代わりに行ってきますので、動画の方、楽しんでいただければと思います。ということで、今回の動画は以上です。今回の動画が良かった、参考になった、27日の巡回も楽しみにしてるよ、と言っていただける方は、グッドボタンと、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。Have a nice メイプラ。27日、当選してよかった。マジで嬉しい。